せーの。でもそんなんじゃダメ、もうそんなんじゃほら、僕らは進化するよ、もっともっと。この放映地方のコンテストはグレードがとても高いという。僕はコンテストを極めるため、それら全てで優勝したい。でも父さんはバトル修行の道へ僕を引きずり込もうとしている。そんなのはごめんだ。言葉にしても美しいの一言。僕のチームのポケモンはバンダナに洋服、何を着せてもビューティフル。制覇の道も一歩から。石のように頑固な父さんの言う通りになんてするもんか。だから実行、家で計画。ポケモンは見た目でしょ、美しくないやつなんて僕には普通に愛。広いこと言ったよね、大事な仲間を失ってやっと気がついた。こんなんじゃダメ、もうこんなんじゃほら、心ごと磨きたい、もっともっと。もうこんなんじゃやだね、こんなんじゃまだ、いつまで逃げているんだ、進まなくちゃ。私、前から好きな人があったけど、ずっと小さい頃、何日間かだけ一緒に過ごした男の子。その男の子は頭に大怪我もしてます。私は傲慢だから守ってくれたったい。幼いあの日に恋したあの子がまさか君だったなんて、僕は君にふさわしくないことも分かってるけれど、今またこうして出会えた奇跡のような運命。大好きだったんだ、ずっとね。だから連れてはいけないんだ。君のこと思うから、君を置いてゆく、守りたい、大切なんだ。あの時のもしかしたらこんな気持ちだったろうかな。神様ありがとう、運命のいたずらでも、今になってわかった本当の愛。11月2日はゆいゆいのお誕生日、そんなこんなで戦いが終わったみたいだけど、どうやって海王がグラードンと戦って事件を解決したのか、あんまりよく覚えてないんだよね。幻島を出る時に通った狭間のせいでさ。あ、克服？何のこと？ふわふわり、ふわふわる、君の名前を呼ぶ、それだけで幸せなんだ。ふわふわる、ふわふわり、君が笑っている、それだけで笑顔になる。神様ありがとう、運命のいたずらでも、巡り会えたことが幸せだよ。僕も君が好きだったからさ、小さな頃からずっとずっと思っていた。でもそんなんじゃダメ、もうそんなんじゃほら、心は進化するよ、もっともっと。そう、そんなんじゃやだね、そんなんじゃまだ、僕のことだけ見ててずっと